皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ、だいぶ時間が経ってしまったんですが、まあ、ゴールデンウィーク中の、福島県いわき市アンモナイトセンターでの、体験発掘の総括をやってみたいなと思うんですけれども、まあ、ゴールデンウィークの体験発掘には自分は今回が初めての参加になるんですけども、まあ、2018年から、アンモナイトセンターに通うようになって、で2018年はですね、3月の終わりから6月の終わりまで、まあ、路頭のこう整備をするということで、そもそもゴールデンウィークの体験発掘はなかったわけで、で2019年は、まあ、ちょっと分け合ってゴールデンウィークが参加できなくて、で、まあ、2020年、21年はね、レム感染症の影響でそもそも開催がないということで、で、まあ、今年はですね、まあ、行動制限のないゴールデンウィークということで、まあ、3年ぶりに開催されたわけなんですけれども、まずは5月の3日ですね、はい。現地に行ったのはですね、8時半だったんですけれども、現地は体験発掘が始まる前に、整理券が配られるということだったんですけれども、まあ、この黄色いタグみたいなやつですけど、これに1個は番号が書いてあってですね、まあ、21とありますけど、35組までが体験発掘に1回に参加できると。まあ、35組でまあ100人前後ってことですね。まあ、参加ができるってことで、行ったらもうすでに21番まで行っちゃってたんで、もしかするともうちょっと来たらね、もうそっから漏れちゃってたんですけど、まあ、ゴールデンウィークの人手をね、ちょっと甘く見てたかなという感じでしたね。もうすでにもう、体験発掘始まるもう前、もう開館直後ぐらいもう車がダーッと並んでまして、もうね、これだけが入ってくるのは、多分笑ってこられてで、アンモナイトセンターの、取材の件がちょっと再放送された時以来かなという感じがしますけども。で、まあ、当然100人以上が、こう、ドーッと、体験発掘、まあ、路頭でやるわけですけれども、やっぱりこう、100人超えてくると、この例えばこう路頭の壁ですね、壁にこう張り付いてこう掘るときに、掘れる範囲ですね、一人で掘れる範囲っていうのは本当に狭くて、本当に肩幅あるかないかぐらいですね、本当に。この範囲でこう掘るんですけど、まあ、普通はこう、ね、こう大きく振りかぶってこう、タガネを叩くんですけど、それだとこう一人にこう当たっちゃうので、もう本当にこの肩幅でこう、ほとんどこの、肘からさっきのスナップの力でこう、タガネを叩いてたんで、まあ、あんまりね、掘ることができなかったわけなんですけれども、まあ、その中でも一応、アンモナイトは見つけることができまして、で、まあ、こっちですね、こっちと、まあ、これ、これはまあ、2つ、まあ、ユーボストリコスラスのまあ破片だったわけですけれども、まあね、こう、一応、こう、録画見えてるかなと。いうところですね、はい。で、下に、ちっちゃくこれ、これもまあ多分スカフィテスアンモナイトですね。で、ちょっと小さい、サメの歯、まあ、先っぽと、まあ、根っこのところはないんですけど、まあ、サメの歯は1本と。で、まあ、初日の、まあ、目玉といいますかは、ね、ここにこれ、ちっちゃいのあると思うんですけど、手見えますかね、これね。この点がですね、ピクノドンというですね、魚の歯なんですね。はい。で、これをですね、拡大しますと、まあ、こんな感じになるわけですけど、まあ、ちょっとまたちっちゃいですけどね。ぐーっとこうでかくしますと、はい。これ、上身。これが1センチで、これが2ミリですね。2ミリくらいの、まあ、ちっちゃい歯なんですけれども、まあ、最初出た時は、ちょっと茶色くて、光って、てたんで、まあ、琥珀かなと一瞬思ったんですけれども、まあ、それ琥珀にしてはちょっとね、なんか滑らかな形をしてるんで、何だろうかと思ってちょっとね拡大してみたところ、はい、これですね、大体30倍のスコープをちょっと、カメラで覗いた状態なんですけど、まあ、このちょっと四角っぽい歯ですけど、まあまあ、人間の歯と、まあ、比べるのはちょっとおかしいかと思いますけど、まあ、人間の歯みたいに表面はこうね平たくつるっとしてて、裏側はこうへこんでるという感じの歯の形なんですけど、
まあこれちょっと見てわかるかとは思うんですけど、ちょっとねこう向こうが透けて見えてるんです、白っぽく。だもんで最初の琥珀とちょっと見間違えたんですけど、まあ実際掘り出してみるとね、これは歯だなということが分かって、まあこのピクノドンというのはねこういう感じの姿をしてたんじゃないかという、まあ今でいうのタイみたいな魚だったと言われてまして、まあこの歯でこうバリバリと噛み砕いて何かを食べてたという感じだったということですね。はい、で2日目、5月の4日なんですけれども、まあこのゴールデンウィークの体験発掘は、3、4、5の、まあ、この中身ですね、真ん中の4日はめちゃくちゃ混むというふうに、まあ、言われてたんで、さらに30分早く行って、まあ、着いたのが、向こうに着いたのが8時だったわけですけれど、まあ、その段階でも、16番まで行ってましたね。はい、まあ昨日この前の日と同じ時間に行ってたら多分もうアウトだったと思うんですけど、まあなんとか16番で滑り込みやったですね。はい、まあこの日もですね、体験発掘枠はあっという間に埋まったそうでありますけれども、でですね、まあこの2日目それから3日目の5日はですね、はい、この画像を見ていただくと、これはまああの4日の午後に撮った写真なんですけれども、ここですね、ここから、ここのでっかい岩の塊ですけど、これをね落としまして、でその4日と5日の、まあ、ほぼ全ての時間はこの岩を割ることに、まあ、専念したんで、だいぶ、まあ、時間を取りましたけども、まあ、ちょっと成果はちょっとね微妙だったわけなんですけれど、まあ、あわよくばですね、ここ、まあ、この結構、まあ、アンモナイトが出る層から落とした岩だったんで、まあ、あわよくばこうアンモナイトがね続々出るんじゃないかと、まあ、期待をしたんですけれども、まあ、実際のところそんなに成果はありませんでした。はい、まあ、その中でですね、非常にいいものだったのはこちらですね。はい、こういうひらがなのつですけども、はい、ひらがなのつみたいな形してますけど、まあ、これはポリプチコセラスですね。はい、でまあ、こう1回しかこう、まあ、ターンしてませんけども、まあ、実際にはどっちかは分かんないですけど、もう1回こうぐるっとターンして、まあ、クリップみたいな形をしてたんじゃないかという、まあ、アンモナイトですけれども、で、まあ、だいぶ風化してボロボロで、まあ、一部こう、ね、砕けちゃってるところもあったんですけど、まあ、ある程度クリーニングをして、まあ、こんな感じの状態になってるわけですけれども、まあ、ある程度掘り出しましたらですね、こうターンしてちょっとこうハの字にこっちにひょろっていってる感じがして、まあこの形はですね、まあ、こっちに出てますけども、まあ、三重県にあります、鈴鹿崎とですね、その特徴的なヘアピンカーブの形と、まあ、ほぼ一緒だなという感じがしたわけですけれど、で、まあ、さらにクリーニングして保存処理した状態がこれなんですけども、まあ、綺麗にこうターンのところがあってですね、ポリプチでこういうターンが入ってる、化石が出せたのは今回、まあ、初めてだったんですけれども、まあもうちょっと残ってればねいいかなと思ってたんですけど、まあでもターンがもう一個あったりしたらですね、多分募集になってたんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、この綺麗なターンが出せただけで今回は良かったんじゃないかなと思いますね。はい、でまあ、3連休、合計9回の体験発掘を終えましてですね、まあ、だいぶもう腕も疲れちゃって、でまあ、7日と8日ってまだゴールデンウィーク枠の、まあ、体験発掘があったわけですけども、どうしようかなと思いつつも、やっぱりもっといいものを掘りたいっていうね、欲求は抑えられませんで、まあ、7日と8日も体験発掘に参加することになりました。はい、まあ、1日置いて7日になるわけなんですけれども、まあ、路頭の中ほどにですね、こう、砕いた岩がこう放置されたままなんですけど、まあ、この中に奇跡霊の鳥の巣があるということだったわけですけど、まあ、ここに、親鳥が、まあ、ちっちゃいですけど見えてますけどね。で、その親鳥が産んだ卵はですね、5月の6日に帰ったそうでありまして、はい、こちらがまあ奇跡霊の、まあ、資料写真ですけれども、まあ、背中がこうグレーのちょっとね、色なんですけど、このお腹側はですね、この黄色い、グラデーションの綺麗なこう鳥なんですけれども、はい、こちらがですね、実際の巣の様子なんですが、まだ生まれたばっかりで、まあ、目も開いてないですから、まあ、こう
何かこう気配がするだけで、まあ、親鳥が来たと思ってこう口をバーッと開いて餌を待ってる状態ですよね、これね。で、卵が6つあったんですけど、5羽帰りまして、ちょっと口が見えてるの4つだけですけど、一応ここにも1羽いて、まあ、5羽が帰ったんですけど、ここにね、1個卵が残っちゃってて、まあ6つ目は帰らなかったようで、まあ、もしかしてこれは多分無精卵とかだったのかなという感じですけど、まあ、5羽帰りましたということですね、はい、非常に元気にこう口を開けて餌を待っている状態でしたね、はい。でまあ、7日8日で、水面の化石がちょっと出たやつなんですけれども、こちらになりますね、はい。これちょっとパッと見何か分かんないかなと思うんですけれど、まあ、リムパルスというですねエビの化石なんですね。エビのですね、これは、ここが頭で、まあ、ここが胸の部分ですね。で、ここにちょっと見えてるのが足になるわけなんですけれども、まあいわゆるここから下はエビのこうくるんってこうね回るところなんですけど、そこから下がちょっと長かったんですけどもね、はい。でまあこの胸と頭の部分がちょっと外れまして、それをこうひっくり返しますと、はい、こんな感じになってまして、ここがまあ胸の部分で、これ足ですね、この足の根元の部分がこう見えてまして、でここから上が頭になるんですけれども、ここに見えてるのがですね、体と同じくらいの長さがあるというのが触覚の部分の、まあ、多分根元なんじゃないかというところですね、これね。まあ、最初これ足かと思ったんですけど、まあ、クリーニングしているうちにまあこう細かくこう分かれてるので、まあ、この触覚の部分かなということで、まあ、ここにくっついてたもんか分かんないですけど、まあ、こういう感じについてたんじゃないかという感じですね、はい。でまあ、この現代では、ハコエビという、まあ、エビに近い種類だと言われるんですけれども、まあ、この図はですね、現代のハコエビの図なんですけど、それにこうさっきの化石をちょっとね、一応合わせてみたものなんですけれども、まあ、特徴としてはこの背中にこう一本筋が入ってるんですけど、それがこうちゃんと出てますので、まあ、これはリヌパルスで間違いないかなというところですね、はい。で、さっきの触覚の部分ですけども、この形ですね、この節が連続的に続いている部分が、まあ、この辺かなということでございまして、でまあよければこっちのねお腹のところもあれば非常にいいやつだったんですけれども、まあこっから下はですねあんまりこう見つかんないらしいんですね、はい。この辺がやっぱり消えちゃってなくなっているということですね、はい。でまあこの大きさとしては、まあ伊勢エビに匹敵するくらいの大きさですね。だからもう40センチ以上あるっていうことです。このさっきからこの尻尾の、お尻のところまでね、はい。でまあゴールデンウィークの3連休プラス2日で、まあ全15回ですね、15回体験博士参加しまして、まあ連休3連休の後ろからまあずっとでっかい岩を割ってたわけなんですけど、まあ、できればゴールデンウィーク中にそれ全部割りたかったんですが、やっぱりちょっと時間が足りなくて、まあこんくらい、まあ、こんくらいですね、大きさとしては、はい、40センチくらいの大きさがちょっと残っちゃったんですけども、でですね、さっきのでっかい岩、まあ、だいぶちっちゃくなりましたけど、まあ、でっかい岩を落とした後の横ですね、横の並びのこの、上にこう出っ張ってる部分がですね、だいぶこうグラグラして、今にも落ちそうだということで、まあ雨が降ったり、まあ、場合によってはこう地震があったりすると、まあ大気圧中ねドサッと落ちちゃったりしたら大変なんで、まあこの出っ張ってるところを、まあ常連さんと協力しまして、ここをドーンと落としたんですけれども、まあここがですね、でっかい岩が乗っかってたところで、その横の部分、それがですね、こうずっと数メートルにわたって、もうグラグラしてたんで、それをドーンと落として、まあ、こういうふうになったわけなんですけれども、ゴールデンウィーク明けですね、その次の週になりまして、はい、こんな感じですね。まあ、ここにあったでっかい岩がなくなりまして、まあ、これはこうさらに上から落としたやつの名残なんですけど、まあ、それ以外もですね、こう大体、まあその次の週の土日で、まあ、こんなものになった感じですね、はい。
で、まあ、さっき残ってた40センチくらいになったアイデアも、まあ、その次の週にこうバラバラになったわけなんですけど、まあ、バラバラにしちゃう前にちょっとですねこうひっくり返してみますね、その石のこう下側に化石がなんか出てないかなと思ってバッとひっくり返したらですね、はい、あの化石は出ませんで、でっかい、ムカデがいました、はい。で、おそらくまあこの石の下に、ね、隠れて、この日光をね、ちょっと避けてたんじゃないかと思うんですけども、まあ、避けたそばからね、こうちょろちょろと逃げていって、すぐそばにあったこう、ね、自分が割ったこう瓦礫の隙間の中にこう隠れていったわけなんですけれども、まあこのでかいムカデはですね、要するに自分よりもでかい獲物を取ったりしますから、すぐそばには当然ね、ヒナがいたわけで、それにねちょっとかかっちゃったら嫌だなと思ったんですけど、まあそのヒナですね、5羽は帰ったって言いましたけど、ただその行った時に4羽しかいなかったということで、ややもするとこの野郎にやられちゃった可能性もまあなくはないんじゃないかなと思うんですけど、まあそのさらにね、やられちゃうのが心配なところなんですけどね、はい。でまあヒナがですね、その時はだいぶ羽毛も伸びまして、で目も開いてましてね、だから人がこう近寄っても気配を感じてバッと口を開けるようなことはなくて、多分これちゃんとね親が来た時だけにバッと口を開けるような感じだと思うんですけど、まあ1羽2羽3羽4羽しかいないということでね、このまま生き残れるのかちょっと心配なところなんですけどね、はい、はい。というわけで、ゴールデンウィークプラス翌週の探検発掘の総括でございました、はい。でですね、今の路頭の状態はさらにその翌週はちょっと自分行けなかったんですけど、まあ、多分この辺が片付いて、なくなってるとは思うんですけど、まあ、その他ですね、だいぶこのロープの位置が高くなったので、この路頭の壁を掘れる範囲もだいぶ広くなったんですね。なので、まあ、次回以降はですねこっちの、壁の方をまた掘っていきたいなと思うんですけど、まあさらにいいものを見つかることを期待して、今後も頑張っていきたいと思います、はい。でですね、ここにあるこれなんですけれども、はい、福島県立博物館で行われております、アモナイト合戦という、春季の、企画展なんですけれども、こちらに行ってまいりまして、こちら展示されている、まあ、化石のですね図録の冊子なんですけれども、まあ、展示されているアイモンナイトなどの化石はですね、まあ、国内外から800点ほどあるということで、非常にこう見応えがありますので、まあ、6月23日までやっておりますので、ね、ぜひ行ってみてください、はい。でまあ、自分の掘った標本とも、まあ、再開できまして、で、まあ、この冊子にはですね、自分の標本はちょっと載ってなかったんですけど、まあ、あるページにですね、載ってる写真ですね、自分の姿を、確認できましたので、まあいいかなという感じですね、はい。というわけでアモナイトセンターの体験発掘、まあ、この先ですね、100人という、まあ、制限はしばらく残るそうですけれども、まあ、土日天気のいい感じをやってますので、ぜひ皆さんも参加してみてください、はい。というわけで最後までどうものご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。